Hey guys! こんにちは、阿部野です。今日は桜を見るついでに大阪城も案内しようと思います。大阪城の周りには公園があって、桜のシーズンですので自分も含めてお花見に来る人が多かったです。広いのでピクニックをしたり散歩をしたり、大阪城の中にも入れるので、大阪市内の公園では一番人が集まる公園だと思います。公園の中には電車の見た目をしたバスが走っています。この時期は桜が一面に咲いています。まだ満開ではなく八分咲きぐらいでしたけど、十分綺麗で良かったです。桜の映像だけ別の動画に集めてますので、そちらもよかったら見てください。ここからが大阪城の入り口です。入る前にお腹が空いたのでお昼ご飯を買って食べようと思います。野球場を通り過ぎたら、ジョーテラスというレストランやカフェが入っている建物が見えてきます。さっきのバスはここまで来るんですね。その先には大阪城公園駅があります。そんなことよりお昼ご飯です。今日はたこ焼きにします。たこ焼きは大阪人のソウルフードというより、大阪人の魂そのものと言ってもいいでしょう。大阪の人はみんな大好きです。無事にたこ焼きを手に入れたので、どこか食べるところを見つけましょう。せっかくなので桜の下で食べたいですよね。ちょうどいいところがありました。たこ焼きは小麦粉でできた生地の中にたこが入っています。たこと小麦粉以外の材料はお店ごとに違います。なので味付けや焼き加減はお店によって違うのですが、このわなかというお店は私のお気に入りです。出汁が効いた生地が最高に美味しい。
ソースとマヨネーズが上に乗っていて、ネギをトッピングしてもらいました。あと鰹節と青のりも必須です。ごちそうさまでした。では大阪城に向かいましょう。正直言うと大阪城はあまり好きではありません。この大阪城はいろいろあって建て直されたものですが、中はほとんど博物館みたいなものでお城らしくありません。個人的には姫路城の方が好きですね。中に入らなくても周りの景色は綺麗ですし、行く価値は十分あると思います。まあこんなことを言いつつ中に入るんですけどね。お城までたどり着くのにかなり歩いてしんどいので、お城の中の案内は次回にしましょう。ご視聴ありがとうございました。 Thanks for watching. またね。 See you. Bye bye.